私の人生は一本道だった。窓の外はいつも同じ見慣れた景色。目の覚めるような景色に出会うなんてありえない。いつも同じ時間に起きて、同じ服を着て、同じ駅から同じ電車に乗る。いつもと違う駅で降りるなんてありえない。そんなことは一度もしたことがない。怖かったからだ。人から後ろ指を刺されるのが。持っているものにちょっとでも傷がつくのが。でも、そうやって守ってきたものに、一体どれだけの価値があるというんだろう。今いる場所が少しも楽しくないなら、誰からも必要とされていないなら、明日を想像してもため息しか出ないなら、46歳の誕生日、私は家族を捨て旅に出る。その顔、すっげえ怖え。どこが怖いの？あのさ、あんた、すっげえ派手な化粧した。頭のおかしいおばさんに見えるよ。あんたはやめなさい。それより早く着替えなさいよ。あんた、油臭い。もう、お風呂入ってんの？うっせえ、おばさんはしねえ。親に向かってなんて言い方するの？今日はね、みんなで外にご飯食べに行くんだから。勝手に行ってくれよ、あんたらだけでさ。ゆうた、今日はね、お母さんの誕生日なんだから、みんなで外にご飯食べに行こう。ね、ゆうた。ほっときゃいいじゃん。飯代安く済むし。ねえ、あなたは行くわよね、健太。車なら行くけどな。え、車？俺もだよ。ママタクじゃないと、駅まで歩くのはめんどくさいよな。ちょっと待ってよ。なんで私の誕生日なのに、私が車運転しなくちゃいけないの？金出すのは俺だろ。車ぐらい運転しろって。はい、森村でございます。私よ、私。あ、お母様。今日とってもいいお天気でしょ。みんなどうしてるかなと思って。はい、あの、おかげさまでみんな元気にしております。あ、そう、今日みんないるの？はい、おります。休日ですので。だったら私ちょっと伺おうかしら。いや、お隣からお裾分けに熱海の干物いただいたのよ。一人じゃ食べきれないって。あの、すいません、今夜はちょっと。今夜何かあるの？え、あの、今日は外食の予約が押してあるものですから。あ、そう、楽しそうね。どうして私には声かけてくれなかったのかしら。あの、それはですね、お母様、ちょっと遠くの都心の店に出るものですから、お母様大変じゃないかなと思って。あ、それと今日私の誕生日なものですから、家族でお祝いをと。どういったって、あなたのとこからうちまで車で10分もかからないじゃない。あ、それは。まあいいわ。義理の母親は家族のうちには入らないんでしょうから。そんなことはないですよ。わかりました。私も何もあなたたち家族の邪魔をするつもりはありませんから。あの、ね、え、ひろみちさんに代わりますので、ちょっとよろしく。バカ正直に言うからいけないんだよ。もっと適当に言ってうまく機嫌取れよ。じゃあ、あなたも少しフォローしてくれたっていいじゃない。今日はともみの誕生日だから、自分が店を予約したって言ってくれたって。おい、それ取ってくれ。何ゴルフバッグ。
新しいじゃない。いいだろう、ずっと欲しかったんだ。信じられない、また買ったの。しかもなんで乗ってるの。帰りに打ちっぱなし行きたいんだよ。毎日が日曜日の奥様と違って、俺は土日しか自由になる時間がないの。早く行こうよ。トモも行くぞ。はいはい。やっぱり土曜日は混むわね、いつも以上に。俺待ってらんねえ、本屋で買いたい本あるから降りるよ。現地集合ってことで。ねえちょっと健太、俺も降りようかな。ワイド電気で見たいパソコンあんだよね。ここで待ってても時間の無駄だし。ねえ私に車入れさせて先にレストラン行こうっていうの。じゃあ。えねえ、いらっしゃいませ。お客様は。予約した森村ですが。森村さん。ここだよここ。あちらですね。はい、私のこと待たないで始めてたんだ。パッサパサなんだよこの生ハム。なんでこの店に決めたんだ。写真ではおしゃれに見えたのよ。口コミの評判も良かったし。ネットの評判って当てにならないって話だよ。店によっては桜頼んで書かしてんだって。お前に任せるとこれだからな。店決める前に一言相談してくれればよかったんだよ。不満なの。だったら誕生日だからレストラン行こうって誘ってくれればよかったじゃない。そんなこと今まで一個もなかったでしょ。だから私が自分でお店調べて選ぶしかなかったのよ。興奮するなよ。俺がこの感情を持てばいいんだろ。そういう言い方する。なんか文句あんのか。ご予約のスペシャルコースでよろしいでしょうか。はい。何かお飲み物は。私はこのシャンパン、ミネラルウォーターください。はい。あそっか、お父さんが先にワイン飲んでたらお母さんが飲むわけにいかないでしょ。帰りの運転誰がするのよ。ご愁傷様です。ねえお父さん、ん？お母さんとどこで知り合ったんだっけ。お母さんが取引先の受付にいたんだよ。マジで。受付って普通美人がするんじゃないの。その頃はお母さんもまあ見られたんだよ。何度かデートしてで今流行りのできちゃった子んだよ。失敗したんだな。な、失敗って。マジかよ。じゃあ俺のせいってわけ。お前最初だけだったよな、料理に気合入ってたの。カラスミとアンチョビのパスタでございます。でも最初の手料理が煮すぎてグズグズになった肉じゃが、あれには笑ったよ。お母さんって料理のセンスゼロだもんな。俺も何回から弁当で目が点になったの。え、何それ。白飯にさつま揚げが2つボンボンって入ってるだけの弁当とか、白飯にあとはシューマイだけで真っ白の弁当とか。森村の弁当って中学で有名だったんですよ。俺弁当の蓋開けるの怖かったもん。今日は何が出るかと思って友達にはからかわれるっす。森村の弁当か。お前よく耐えたな。ごめんね、全然知らなかった。でも健太、野菜作って入れてもらったら絶対食べなかったでしょ。だから
あなたの好きなものだけ入れたらってそういうふうに思ったのよ。程度問題でしょ。まあいいけどね、もう過ぎたことだし。しけたからすみだな。からすみパウダーかこれ。このお店に今日が誕生日のお客様がいらっしゃいます。皆様でお祝いしましょう。私たちにもあんな頃があったのよね。え？健太も雄太もまだ小さくて、ファミレスでお誕生日お祝いしたりして、ママママって二人ともすんごく可愛かった。なんだよ。おろしたてのヒール、この服に合わせようと思って買ったんだけど、車に積んできたんだけど、さっき履き替えるのを忘れてきちゃった。なんだかな。そんなのお前のことなんか誰も見てないよ。そうよね、私のことなんて誰も見てないのよね。じゃあね。どうしたの？あ、それグランセのネックレスじゃない？そうなの、ずっと欲しかったの。いいな。彼のプレゼント？そうなの、パリのレストランでね。ロマンチックじゃない。ずっと綺麗でいてほしいからって。今ならまだ間に合うとその時思った。いつものように家に帰り、夫と子供たちの脱いだ靴下を洗濯機に入れ、出しっぱなしのコップや茶碗を片付け、風呂に入り、パジャマを着て夫に背を向けて寝る。普通の一日に今ならまだ戻れる。死んでくれよ。ゆうた、ただいま。あ、どこ行くの？彼女のとこ行ってくる。
どっちにするの？ユータ来たの？なんだお前、今頃来たのか。もう食っちまったぞ、終わりだ。帰るぞ。お母さんは？知らねえ。なんで？なんだか知らないけど、機嫌損ねて店出て帰ってこないんだよ。なんだ？女ってのは本当にすぐに気分が変わるんだな。子供っぽいってか、なんていうか。社会じゃ通用しないぞ、あんなんじゃ。俺がそんなひどいこと言ったか？言ってないよな、健太。そうかな。それならお母さんほっといてそのまま二人で酒飲んでたのかよ。まあな。いいのかよ。何がだよ。心配じゃないのかよ。お前の方が心配だよ。何あれ。何これ。車どこ。私は一体何から逃げてるの？夫、家族、主婦、森村智美。自分から逃げてどうするのよ。お誕生日おめでとう。私は相変わらずお一人様です。たまには会いたいね、滝川千佐子。おお、ご無沙汰。メール読んだ？読んだ読んだ。ありがとうね。私の誕生日を覚えててくれるの？千佐子ぐらいだよ。大げさだね。友達じゃん。どうした？何？なんだかね、今までの生活全部虚しくなっちゃったんだ。え？私ね、これから旅に出ようと思うの。旅って何それ？家出してきたってこと？家出は家に帰ること前提でしょ。私はもう家に帰るつもりはないから。家族のいる人がそんなことあっさり言っていいの？家族とはもう離れようと思うんだ。なんかあった？私なりにね、家計やりくりして家のことを頑張ってきたつもりなんだよ。そりゃね、足りないこととかいろいろあったとは思うんだけど、私なりにね。だけどそれが通じてなかったっていうか、
家族は私のことをどうでもいいと思ってるんだよね。そうなの？孤独なんだ、家の中にいてもね。それがずっと続いて、このまま年取っていくと思ったらいたたまれなくなっちゃって。わかるような気がする。私たちくらいの年になるとさ、なんか今とは別のもう一つの人生あったんじゃないかなって妙に胸騒ぎすることあるよね。うん。で、今ならまだギリギリ軌道修正できるんじゃないかなって気がして。じゃあさ、こっち来る、遊びにおいでよ。福岡に？いいの？行っても。来なよ。ふうは何年ぶり？こんなことでもないと会えないもんね。あ、でも遠いな福岡。大丈夫だよ、車飛ばしておいで。うん、おいでおいで。こっち着いたら電話して。わかった。あ、それでさ、宮内くんに会いに行こう。宮内くん？そうだよ、登場医大の宮内茂、ともみの元彼、付き合ってたじゃん昔。あー、そんなこともあったね。今あの人長崎にいるんだよ。そうなんだ。行こうよ長崎。私もともみとずいぶん会ってないじゃん。ね、遊びに行こう。うん、連絡するね。じゃあね。抜けば。寒いだろ、これ差し入れ。え、いただいていいんですか？いいのいいの、仲間だから。仲間？俺たちもさ、こうやってさ長距離疲れるからさ、女の人は泊まった方がいいよ。ちゃんと寝ないとさ、運転中に居眠りしちゃってさ危ないからさ、ちゃんと体休めないとさね。ほんじゃね。はい、はい、うん、あったかい。大丈夫ですか？大
丈夫です。知らないけど、とりあえず下関です。遠いね。下関のうちの実家に初めて顔を見せに行くとこだったんです。でも乗り気じゃなかったんですよ、やつは。逃げられたんです。やつって？旦那。サービスエリアに急に泊まって、いきなりヒール脱げって言うんで、脱いだら降りろって言うんで、なんでかななんて思ったけど、降りたらいきなり発進。私のジャケットとかバッグとか全部乗せたまんま置き去り。どうして？車の中で喧嘩になって、お前の母親はいちいち細かいとか、親父が苦手だとか、実家の挨拶がめんどくさいとか、嫌になっちゃう。乗ってく？下関まで。え？一人でも二人でもガソリン代は一緒だし、私も話し相手が欲しかったところだから。いいんですか？ホテル一緒に泊まりません？ああ、おいしい。初めてですか？うん？あったな。もう20年ぐらい前だけどね。うちはしょっちゅうですよ。二人で遠出して、ほらホテル代高くつくじゃないですか。仲いいんじゃない。お姉さん、浮気されたことあります？お姉さんはやめてよ。じゃあ名前は？私は桜田桃音、百に音って書いて。桃音ちゃん、かわいい名前。気に入ってます。私はともみ、森村ともみ。聞いていいですか？何？ともみさんの旦那さんってどんな人ですか？どんなって、別に普通のサラリーマンよ。給料はいくらです？聞くね。そこ大事なとこだから。月50万くらいかな。50万？すごい人事なんだ。でもそのうち20枚しか渡してもらえないの。それを生活費に回すから、私は洋服も買えない。子供の学費も医療費もその中でやりくりしろっていうのよ。ねえ桃音ちゃん、どう思う？そんだけあれば。今時歯医者だって2、3万かかるんだし。なのに向こうは
残りの30万好きに使って高いゴルフクラブ買ったり飲みに行ったりね。ですよ、勝手に友達と遊んで金使いまくって、お前には関係ない、これは俺の金だとか、こっちはスーパーで10円でも安いもん探して節約して料理作ったりしてんの。そういうとこ全然理解してない。そうそう、要するにその20万が夫の私に対する評価額なのよ。お前は家事能力低いんだからそれ以上要求するな。洋服もアクセサリーも買う価値はない。そんなこと言うんですか？心でそう思ってるんだから言ってるのと同じよ。かわいそう。ともみちゃんがかわいそう。え？でも大丈夫、ともみちゃんはかわいいから。え？女は自分が可愛いと思ってなきゃダメなんだよ。ともみちゃんはよく見ると可愛いから大丈夫。この先何があっても飲みましょう。そうね。じゃあもう一回乾杯。ごちそうさま。そしてありがとうございました。桜田桃音。ああ信号すぐそこあるでしょ、はい、盗難届。ダメダメ、そんなことしたらひろみつに連絡がいって居場所が分かっちゃうわ。まだ新しいですね。いいドライバーですよ。そうですか。失礼ですがこれはお客様の？主人のです。ご主人さん突然亡くなりまして。そうなんですか。それはご愁傷様です。それいくらぐらいするもんなんでしょうか？そうですね、セットで20万ちょっとでしょうか。20万。このアイアンセットもいいですね。通好みですよ。こちらもご主人のものですか？これはお一人できません。主人のものなので持って帰ります。お願いします。これでいかがでしょう？80万。あ、8万円。はい。お願いします。ありがとうございます。
じゃあこれでどうぞ。これひろみちさんへ、小野寺ゆりか。あの野郎、よう、奇遇だな。はい、乗ってく。乗ります。じゃあ乗れ乗れ、風邪ひくぞ。ほら、行きなよ。あ汚いか汚いな、ほら綺麗な奈良、ほら。ありがとうございます。九州までは行かないんだけどね、広島までなんだけど、途中あっちこっち寄るけどさ。十分です、広島で。すいません。それからコーヒーごちそうさまでした。いいのいいの、仲間だから。ほら、あれ車どうしたの。ずっとこれで来たんです。うん、東京。はい、やっぱりね、東京の奥さんだ。なんとなく上品だもんな。健太、雄太、お母さんは旅に出ることにしました。とりあえず西に向かいます。心配かけてごめんね。でも
あなたのことは心配です。ゲームばっかりしてないで、そろそろ真面目に将来のことを考えなさい。目標が何も見つからなくても、外に出て人に会った方がいいよ。なんて、家出したお母さんの言うことなんか聞く気はないか。いくつ？年いくつ？ああ、45、6です。ぶっちゃけさ、いくらなのあんた。これあれでしょ、高速のサービスエリアによくいるじゃない、あんたみたいな人が。四十四盛りっていうもんな。旦那が忙しくてさ、家で一人でいるとクサクサしちゃうんだろうな。止まってください。ホテルとかこの近くあったかな。あるんだ。お使いください。もうここで結構です。あなたもいい年をしてるんだから、ふざけるのはやめてくれ。特に車を持って行かれたのは困る。さらに言えばゴルフバッグも困る。あなたは気が済むまで帰ってこなくてもいいから、車はどこかの駐車場に入れて鍵を送ってくれ。あとゴルフバッグは至急自宅に送り返してくれ。来週コンペがあるのでよろしく頼む、ヒロミ。
6歳の誕生日、家出をして女の子と初めてラブホテルに泊まって、車を乗り逃げされて国道でヒッチハイクしてたら雨が降ってきた。トラックの運転手に拾ってもらったら、いくらって聞かれて、また降りた。もう何もない、空っぽだ。ここは荒野だ、一人ぼっちだけど、一人で何が悪い。乗っていきますか。あなたの小さな世界には大きな悲劇があったのではありませんか。身に覚えないの。家事放棄して出ていく母親の方が間違ってるだろう。ゆうたならあげるわよ。家族なんて一皮むけばただの他人。ごちそうになったらいいさ、元彼に。あなたに幸せになってもらいたいだけです。もう元には戻れない気がする。